国立高度専門医療研究センターは、6法人の総称である。各法人は、国民の健康に重大な影響のある、特定の疾患等に係る医療に関して、調査、研究及び技術の開発並びに、これらの業務に密接に関連する医療の提供、技術者の研修等を行うことを目的とする。2010年4月施行の高度専門医療に関する、 研究等を行う独立行政法人に関する法律により厚生労働省の施設等機関であった国立高度専門医療センターの各組織は独立行政法人化した。その後、組織改革等を経て2015年施行の独立行政法人通則法の一部を改正する法律により現在国立研究開発法人となっている。各 センターごとに研究所と病院があり、研究活動のほかに医療活動も行われている。旧国立高度専門医療センター及び国立、ンセン病療養所を除く国立病院、療養所は2004年に独立行政法人国立病院機構へ移行したが、旧国立高度専門医療センターの組織は特定の政策医療に特化する組織として、 厚生労働省の施設等機関として残されていた。しかし、2006年6月2日に交付、施行された簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関する法律第33条において、国立高度専門医療センター特別会計の2010年度における廃止、各センターの独立行政法人への移行の方針が法定された。これを受けて、 2007年3月31日に交付された特別会計に関する法律では、不足第68条において、国立高度専門医療センター特別会計法を廃止するとともに、不足第180条により、2007年度から2009年度まで限定的に国立高度専門医療センター特別会計は、特別会計に関する法律によって運営することが規定された。 さらに2008年2月29日、独法化を盛り込んだ高度専門医療に関する研究等を行う独立行政法人に関する法律案が閣議決定され、同日国会に提出、同法案は同年12月12日に可決成立、同月19日に交付された。これにより、2010年4月1日をもって、旧国立高度専門医療センターの6つの組織は、 独立行政法人に移行し、その総称を国立高度専門医療研究センターと呼ぶこととなった。各法人は国立病院機構とは異なり、国立高度専門医療研究センター全体が単一の独立行政法人としてではなく、各センターがそれぞれ独立した法人に移行した。また、職員の身分も非公務員型となった。 旧国立高度専門医療センターの業務内容は従前の厚生労働省設置法にて特定の疾患その他の事項に関する診断及び治療、調査及び研究並びに技術者の研修などと定められていた。新たに施行された高度専門医療に関する研究等を行う独立行政法人に関する法律では国立高度専門医療研究センターの目的、 業務範囲の規定が国民の健康に重大な影響のある特定の疾患等に係る医療に関する調査、研究及び技術の開発並びにこれらの業務に密接に関連する医療の提供、技術者の研修、その他これら業務に係る成果の普及及び政策の提言などとなっており調査、研究、技術の開発といった文言が全面に置かれているのが特徴である。 研究開発システムの改革の推進等による研究開発能力の強化及び研究開発等の効率的推進等に関する法律によって各法人は研究開発法人に指定。国立高度専門医療研究センターの各組織は組織改革等を経て独立行政法人通則法の一部を改正する法律が施行された2015年4月1日以降は 国立研究開発法人となっている。ありがとうございます。